りませんね。大きな声でもう一回いきますよ。皆さん、はい、こんにちは。ありがとうございます。 SS コミュニティアへようこそ。私はガイドの森田です。どうぞよろしくお願いします。今私たちが乗っている SS コロンビア号です。最新式どうです？素晴らしいでしょう。はい、最新式の SS コロンビア号です。後ろに窓がありますよね。ここがこれから皆さんをご案内する海底展望室です。大きなガラス越しに海底の素晴らしい景色を見ることができるのです。皆さんはとってもラッキー。なぜなら今日のスペシャルゲストは、さて皆さんクイズです。今日のゲストは一体誰でしょう？ A かな、 B かな、それとも C？ あC、さて答えは A、B、C のうちどれでしょう？大きな声でせーの、 C。 大正解、バッチリ。じゃあ彼の名前を知っているかな？大きな声でせーの、クラッシュ。その通り、クラッシュです。クラッシュは私たち人間とおしゃべりするのが大好きです。そう、ここでは海の仲間たちとお話ができます。その秘密は最新式のハイドロフォン。見た目は普通のマイクですが、声を大きくするだけのものではありません。海の中にハイドロフォンを入れてみると、しゃべるしゃべる、ペラ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 と、特にお魚ドリーって言うんですよ。ハイドロフォンの仕組みについて知りたい人、はーい、ありがとうございます。実はね、とっても簡単なんです。ハイドロフォンに向かって喋ると、ハイドロフォンが振動を捉えて、トランスフォーマーレシーバーからルーズカプラーに、ここで周波数を合わせてからトランスラトメーターに送ります。トランスラトメーターはあらかじめ4種類までプレゼントできるんですよ。当然ですが、ボルメーターで増幅された信号はパッチパネルからモニタリングで除去して、ファンチューナーからヘッドホンやスピーカーに届くってわけです。ね、簡単でしょ。それでクジラさんともお話しすることができるんですよ。皆さんはクジラ語話せますか？とっても簡単ですが、一緒に練習しましょう。私の後に続いていってくださいね。クジラさん、ハロー。はい、クジラさん、
それではもうしばらくお待ちください。ありがとうございました。私からいくつかお願いがあります。あ、そうだ、手伝ってもらっちゃおう。おーい、まずはじめに、この部屋では食べ物を食べちゃダメです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。フラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ、子供も大人もみんなで一緒に、おーい、クラッシュって大きな声で呼びましょう。せーの、こんなにたくさん人がいるぜ。みんな、こんにちは。こんにちは。元気じゃないか、みんな。大人どうした？大人限定で行くぜ。大人、こんにちは。こんにちは。やればできるじゃないか、大人。その調子で頼むぜ。じゃあまずは前の方の人たちと話をしよう。こっちのブロックだ。前から4列目、一番端っこから3番目の大きい坊やだ。そうだ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？ゆうすけ。ゆうすけ、男らしい名前じゃないか、ゆうすけ。よし、出会った記念だ。俺たちウミガメの大切な挨拶を教えてやるよ。俺が最高だぜって言ったら、ゆうすけは両方のヒレを元気に上げて、うおうって言うんだ。行くぜ、ゆうすけ。照れてる場合じゃないぜ。ゆうすけ、最高だぜ。どうしたんだ、ゆうすけ。じゃあ、今度はみんなでやってみようぜ。いいか、みんな。行くぞ。お前たち、最高だぜ。もっと元気に、お前たち最高だぜ。やるじゃないか、みんな自分に拍手だ。まるでウミガメが喋ってるかと思ったぜ。じゃあ次はこっちだ。一番前の列、真ん中の通路側に座っている金色の人手を頭にかぶっている坊や。そうだ。いや、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？トシヒロ、かっこいいじゃないか、トシヒロ。なあ、トシヒロ、今日はどこから来たんだ？
東京都大田区、すげえ。知らないけど。で、その東京都大田区から誰に連れてきてもらったんだ？ああそうか、じゃあとしひろのママどこにいるんだ、いたらひれをあげてくれ。おお、後ろにいるじゃないか。ガイドさん行ってくれ。はい。やあママこんにちは。こんにちは、うん、名前なんていうの？ひとみです。ひとみ、うん、なあひとみ、としひろからねえママこれ何、これ何なのとかいろいろ聞かれたりしないか？します。そうか、俺の息子のスクワートもそうさ。ひとみ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったみたいだな。話ができて嬉しかったぜ。さっきもスクワートに人間のことをいろいろ聞かれたんだけど、ああ何にも答えることができなかったよ。だから今日はみんなにいろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるなら、はーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち、最高だぜ。油断するなよ。じゃあ、スクワートからの質問その1だ。人間は泳げるのって聞かれたんだ。泳げるやつは、ヒレを上げてくれ。よし、そのままヒレを上げっぱなしにしといてくれよ。ガイドさん、はい、泳ぎがうまそうなやつのところに行ってくれ。分かったよ、クラッシュ、うん、あ、真ん中にいたよ。真ん中にいたか。こっちこっち、うん、やあ、こんにちは。こんにちは、うん、名前なんていうの？恭平です。恭平、かっこいいじゃないか、恭平、うん、その黒い貝殻、すげえ似合ってるぜ。そうだ、それさ。あ、恭平は早く泳ぐのが好き、それともゆっくり泳ぐのが好き？ゆっくりが。強兵です。強兵です。でもな強兵、俺は早く泳ぐのも大好きなんだぜ。よし、今から俺の泳ぎ見せてやるぜ。ガイドさん、はい、カウントを数えてくれ。頼んだぜ。分かったよ、クラッシュ。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの、ただいま。軽く行ってきちゃった。東京都大田区。よし、今度はみんなの番だ。俺に質問のあるやつはヒレを上げてくれ。何でも答えるぜ。どうだ？お、ヒレを染み振っているな。じゃあこっちのブロックだ。前から2列目、真ん中の通路から3番目の坊やだな。そうだ。じゃあこんにちは。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？翼です。翼さんです。そうか。翼くんだって。翼くんか。質問は何だ？黒。お、なんだ？忘れちゃったか。いいんだぜ。好きな食べ物は何かなって言ってたよ。ああそうか。ああそっから見えるか、この下に生えている海藻、昆布、わかめ。俺はこういったものが大好きなんだ。だから俺の体見てくれ。海藻色をしているだろう。翼くんの好きな食べ物は何だ？ぶどう。ぶどう？ぶどうだって。ぶどうか。じゃあ翼くんの体の色はぶどう色ってことだな。翼くん、話ができて嬉しかったぜ。ありがとうな。お前たち最高だぜ。そろそろ覚えてくれよ。よし、じゃあ他のスマールカーいたらヒレを上げてくれ。どうだ？お、上がったな。じゃあ翼くんのすぐ後ろにいる男性だな。そうだ。いやー、こんにちは。こんにちは。お、こんにちは。名前なんていうの？ケンタです。ケンタ、かっこいいな。質問は何だ？はい、お風呂は入るんですか？お風呂ってどんなもの？お風呂っていうのは、うん、お湯が溜まった浴槽です。あ、知らないですね。
どんどん難しくなってる。お湯、お湯？あ、温かいということか。体は洗えますか。ああ、体か。まあ俺たちはいつも海の中にいるから清潔なんだけど、ああどうかな。ちょっと待ってくれよ。よいしょ。よいしょ。たまにこうやってさ、よいしょ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 。こんな風に岩で甲羅をかいたりするぜ。こんなんでいいか、ケンタ。はい、ありがとうございます。よし、じゃあケンタ限定でいくぜ。ケンタ、最高だぜ。おー、やるじゃないか、ケンタ。ありがとうな、ケンタ。じゃあ今度は俺からみんなに聞きたいことがあるんだ。こないだビーチでスクワットがこんなもん拾ってきたぜ。あ、何がおかしいんだ。じゃあみんなで教えてくれ。せーの。ということは水の中で着るんだよな。じゃあ泳ぎが得意な恭平。恭平もこれを着るのか。あんまり着ない。あんまり着ないってことは たまには。たまには着るのか。そうか、道理で似合うと思ったぜ。じゃあここに置いとくから後で取りに来てくれ。いやー、みんなと話してると時間があっという間に過ぎていくな。こっ、おい、ドリー、おい、ドリードリー行っちゃったな。じゃあみんなでドリーを呼んでみようぜ。せーの、ドリー。チュッチュッチュー、チュッチュッチュー、はーい。よー、ドリー、元気だったか。あら、前にもあったかしら。ん？どうも、あたしドリー。あ、思い出した、あなたフラッシュでしょ。俺はフラッシュじゃねえ、クラッシュだ。あ、そうだ、ドリーは何か珍しい言葉を喋れるんだったよな。それをみんなに教えてやったらきっと楽しいぜ。クジラ語でしょ、あたしに任せてよ。いい、あたしの後に続いて、いくわよ。クジラさん、ハロー。みんな真似してみようぜ。せーの、クジラさん、ハロー。おかしいわね、いつもだったら80頭集まるんだけど、今日はさっぱり、本当に誰も来ないなんて。じゃあ昆布を試してみる。なんだこの音は。だけど昆布を話してたら気をつけないと。クジラが来ちまったよ。おい、ドリー、コーラに来てまで。この前も昆布を食べてさ、左、あい。クジラさんにどいてって言って。みんな、クジラ語でクジラさんどいてだ。せーの、クジラさんどいて。おー、イエーイ。やったー、みんなのおかげでドリーが助かったぜ。拍手。ドリー、俺もすぐに雇うぜ。みんな、今日は話ができて嬉しかったぜ。こんなにたくさん新しい友達ができたしな。お前たち最高だぜ。お前たち最高だぜ。みんな、今日は本当にありがとうな。今度は東京都大田区で会おうぜ。お出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。フラッシュどこ見ちゃったよ。ママ、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 ママ